どうもショータイムゴルフです。おはようございます。今日イーグルレイクゴルフクラブなんですけどマッチプレーですね今日も。いやなんかなんか俺に言いたいことでもあんの？なんか今日右行きすぎだなと思って。今日朝さスラスラ飲み食ってきたんだよね。なるほどね、うん、スライスしかしないスラスラ飲み食っちゃったからさ、なんか朝風呂で溺れそうになった今度ふくふく飲み食ってくか、うん、ちょうどいいんじゃない。それでちょうどいい、うん、もう曲がんなくなる。ふくふく飲みね、うん、次回に行きたい。俺オナーかうぜ不在なこれあれなんで招待用意しないのかなもうなんか前回といい今回といい笑わすんじゃないよ招待ゴルフも本当に。いやこれが招待もだから。これが招待も、うん、やっぱり笑いあり涙なし、うんうん、涙ない笑いあり涙なしだもんね、うん、フレポーの魔術師今日魔術ってるよ。魔術どころの騒ぎじゃないよこの超魔術だよ魔導だよ魔導やばくない？よいしょ。あ、耐えた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 。ナイス耐え。危ねえ。耐えた。危ねえ。またボールマックスとかなった。いやビビらすんじゃねえよ。これ怖いね。え？なにワンオンした人が怖いっていう言葉を口にする？これ狭すぎでしょ。いやタイガーがよく言ってたじゃん。狭いホールこそドライバーを持てって。なるほど。多分言ってないと思うけど。大丈夫っしょ。危ねえ耐えた。あーバンカー落ちたけどいいんじゃないの。あまあまあうん。ギャラリーにほら答えてあげて何を何俺が答えるの答えてそうだ果敢にドライバーで打ってきたね。惜しくもちょっとバンカー入っちゃったけどでもあれは問題ない。余裕あれは余裕、うん、全く問題ない。全く問題ない。いいね。なんかこうやって言える自信がいいよね。やっぱゴルフって9割5分自信でしょ。そう8番やん。これやっぱりクリーンよりもバンカーショットの方がリスクが少ないっていう、うん、なるほどね。これやっぱちょっとみんなに伝えた方がいいね。そうですね。8番で、うん、しっかりダフらせる、うん、なるほどね。エクスプロージョンだからこれがいいのか悪いのかは成功させなきゃいけないわけね。まあ結果を見て。ああ結果ご判断ください。ああなるほど見本をね見本をいいか悪いか別として見本をね、うん、やったことないけどね。 OK 翔太やったことないらしい今日初の試みちょっと見せてくれよ。どんぐらい飛ぶんだろうね。わかんない。これ多分残りの距離がどうだろう70ヤードだから70ヤード飛ぶんじゃないの。OK 70ヤード OK ググる OK 翔太カット。そうだったわ。真似しないようにねということでお願いしたいと思います。こういう状況では皆さんあまり真似しないでくださいやっぱり多少リスクはあってもバンカーはウェッジを持ちましょう。ナイスバーディー。ありがとう。ハンの1打目はカート道路跳ねてここまで来ました。これ何これ打つのこれ。動かした方がよくない。いや怪我するんですよ。だってこれカート道路の上で。え？それカート道路。いやもうめんどくさいから打つわ。本当？うん。いくつこれ？50。なんか言ったじゃん。やっぱどかした方が良かったね。どかした方が良かったなこれね。次ってダフってるし。ちょっともったいないことしたね。だいぶチャンスだったけどね。ナイス。あー転がんね。いやちょっとセカンドがもったいなかったな。
翔太3打目これでも入ればバーディー3打目ちょっと左じゃねえかチャンスホールスライスと見てるようだ俺のうまいナイスやべまた戻っちったバーディーパットじゃないパットは自信あるんだよねバーディーパットには自信ない自信ないね自信ないな逆に俺バーディーパットには自信あるんだけどこれは先方は右からドロー右からドロー、オッケーやっぱり風に逆らわずね人いないよねあ大丈夫じゃないの大丈夫だろなんかボール飛んできたよ左行かないと狙えないんですよね、グリーンがじゃあ、左からドローナイスショットありがとう OB じゃねえか何がナイスショットだ今日パトロに弱いね何狙い右からドロー右からドロあ、ギブアップいやおかしいなどうしましたおかしいな調子はいいんだけどな見ての通り調子いいよね調子いいどうなんかボールがさ、うん、若干ブレてんだよねああ若干ね若干ブレてんだよ、まあ、しょうがないよねこういうこともあるよねちょっと待ってこれ両方当たった当たったセーフプレイング6頭来たから直接狙うわうん天空から行く235ヤード何番6番多分ティンバーこの山の向こうだと思うんですよおおマジ山越えてってああ6番の弾道じゃねえ5番で5番フェード、うんまっすぐ行っちゃったね残ってるかどうかだね滑ったあ、まあ、勝ったけどねこれはもうべったりはいべったり行っちゃいますか82なんでね112ヤード80 82ヤード60うまい、はい、ナイスどうもファンの7打目うまいナイスサンキュー次が9打目まあ消化なんでねバーディーパットどうこれはもういい感じにイメージ出てる、うんはやなんか今日転がりいいね転がるねうんパーパットは自信あるんでしょパーパットは自信あるうんじゃあこれはしっかりね決めてもらいましょう結構真剣だねちょっとね自信あるがゆえの、うん、そう絶対にね自信があるからこそあえて真剣にいくっていう、慎重にね自信満々だね自信満々だねショータこれ何で行くのタイガースティンガーやっぱ風強いからねそれに対抗してタイガースティンガー
んじゃない？跳ねた。いいんじゃない？いい。竹内スイング。竹内スイングね。うん。なんでそんな上がるの？おかしいね、ロフト8度だぞ。いいね。やっば、いいじゃん。全然曲がんない。あ俺もうティアップ卒業しようかな。ティアップ卒業しよう、うん、どう、タイガースティンガーいい？あいいいいいいね。うん、ない。前回より50ヤードぐらい飛んでないけど。まあそれはティアップしてないからしょうがないよ。あの男はティーアップすればまだまだ飛ばせるポテンシャルは持ってるってことで、うん、そうだね。ね、最近ショータイムカップで有名なあの男は。あ、165？了解。9番タイガーストレート。そんなのねえか。カット、カット、カット。あ、いいね、ナイス。なんかさ、さっきまでさ、ティーアップしてたのがバカみたいだな、ね、こんな狭いとこ直ドラで十分じゃね、俺。本当に300余裕。74ヤードでしょ。微妙だね。うん、バーディーパット10m、15m。弱えな。さっき。はい。危ねえ。ナイスパー。いいセカンドだったね。さあ、目の色が変わった。目見えねえけど。うまい。ああ、惜しい。大丈夫でしょうか。パーパットは自信あるから。パーパット自信あるよ、これ。うん。誰にも負けないから。いや、パーパットは誰にも負けないじゃん。大丈夫、いけるよ。笑ってんじゃないよ。ここはちゃんとね、しっかり行こうぜ。うん、ラインはどう読んだかわかんないけど。パーパット有名だから。パーパット大丈夫だよ。うん。うん、バーディーパットはあれでもね。バーディーパットはね。パーパットは大丈夫。おー、ナイス。ナイスパー。ありがとうございます。ああ、フォアップのまま。あれもう残り3ホールしかねえじゃん。勝った。あ、負けた。負けた。うわ、負けた。慈悲しょうがないから外してあげるよ。慈悲発動してくれる、うん、勝ったら100アップ、100アップ。